地下用カナダドル CAM システムとは、高校内に装着される、修復物や補鉄物の設計及び加工に用いられる、複数の装置を、カナダドルや CAM の技術を用いて統合したシステムのことで、カナダドル CAM とは、コンピューター、エーデッドデザイン、コンピューター、エーデッドマニュファクチュアリングの略である。歯科治療の際に、高校内に装着される、 修復物や補鉄物は、そのほとんどが、手作業により製作されてきた。その製作工程の一部を、コンピュータ制御の機器に置き換える一連のシステム。これにより、作業の効率化が図られ、品質のばらつきを抑えることが可能となり、また、従来は利用できなかった材料の利用を可能にするといったメリットがある。1970年代に、 南カリフォルニア大学のフランソア・デラが、歯科の分野に、カナダドル、CAM 技術の考えを持ち込んだのが、始まりと考えられるが、一般に発売された、商用機としては1985年に、スイスチューリッヒ大学のウェルナー・エイチ・モルマン教授らの、グループが、ドイツシーメンス社と共同で開発して、世に送り出した、セレックシステムが最初と考えられている。 当初このシステムでは、汚色になった歯を部分的に削った後、そこに当てはめるセラミックス製のインレイを診療中に、その場で製作できることが特徴で、当時としては極めて先進的なものであった。この点は国としても認めており、当時は国内で厚生労働省の高度先進医療として認められていた。一方、日本国内では通産省、 NED 欧産化のプロジェクトとして、次世代オーラルデバイスエンジニアリングシステムの開発が実施され、GC から発売された GN-i システムに結実している。また、同時期には、山岳間共同の複数のプロジェクトが進められて、いくつかのシステムが世に登場した。これら初期のシステムの多くは、従来のクラウン、ブリッジの製作工程の代替手法として開発が、 進められた。しかし、一本の破綻形状が 10mm 四方程度、締別全体で見ても 100mm 四方程度のワークエリアに対し、1から1 0ミュー程度の計測、加工精度を要求するのに適した技術は、産業界では意外と少なく、当初は満足の育成度とコストパフォーマンスを確保することが難しかった。このため、しばらくの間は思ったほどには、 普及が進まなかったが、近年、ジルコニアセラミックスの開発、普及に伴い、この材料が、カナダドル、CAM システムの利用をほぼ必須としていること、コンピューターの性能が向上して、パソコンのレベルで3次元の立体を自在に扱えるようになったこと、などにより急速に普及し始めて、現在に至っている。参考文献、地下修復用カナダドル、CAM システムにおける、 工学印象法の検討。ニーロン文 ID5000 億56037。チョ社 ID8 兆56176。NDL 書誌 ID00000220351 00。計測装置、設計装置、加工装置の3つの部分から構成されるものが多い。計測装置には、従来通りの印象採得を行った後に、石膏作業模型を制作し、 これを三次元スキャンするタイプのものと、プローブを直接高校内に、総入りして切削したシガをスキャンするものとがある。前者の計測装置に利用される技術には、接触式プローブ、非接触レーザースポット、ラインレーザー、パターン光など様々なものがあるが、校舎では大量のデータを瞬時に取得しやすい、パターン光が用いられることが多い。 専用の三次元カナダドルを主体としたもので、個々の歯眼形状の基本データを持ち、それを変形させて次第場に適合させていく、設計手法を取るものが多い。一部のシステムでは、極めて多数の歯の形状データに基づいて、設計すべき空間に最適の歯の形状を自動で提示する機能を、搭載したものも登場している。ボールエンドミルを用いて、ミリング加工により、 材料を成形するものが多い。システム開発メーカーが自社で個々の加工を受け負う場合は工場内に大型のマシニングセンターを設置して加工を行うケースも増えている。一方、この方式は切削加工そのものの特徴を反映して装置の剛性が高い大型機では極めて高い精度を確保しつつ高速で加工できる反面、卓上の小型の装置では 加工時間が長くなり、量産には向かない。また、材料の無駄が多いという欠点を持っている。その他、ミリング以外の加工方法として、鋳造用のロストワックスパターンや、部分床岸のメタルフレームの製作用として一部で、負荷造形、負荷製造法が導入されている。いわゆる 3D プリンターと呼ばれている装置で、生産効率を上げやすいことから、 今後利用の伸びが期待される。鋳造用のパターンとしてエンジニアリングワックスやプマが用いられる。後者はしばらく間被覆管プロビジョナルレストレーション用としても利用される。また、日本国内においては、2014年にハイブリッドレジンから切削加工で製作するカナダドル CAM 管が小薄場に対して保険適用になったことから、 複合合成材料である、ハイブリッドレジンの需要が急速に高まるとともに、ラボに対するカナダドル、CAM システム普及のきっかけになるものと思われる。さらに、今後、海外を中心に、いわゆるスーパーエンジニアリングプラスチックの一つである、ピークなどの活用が検討されている。コバルトクロム、チタンなどが利用される。前者は、メタルボンドのメタルフレームや、 部分床岸の一部として、後者は、クラウン、ブリッジ、インプラントの一部などで用いられる場合が多い。従来の歯科用搭材、アルミナス搭材、ジルコニアセラミックスの3種類に大別される。特に、高強度を有する、ジルコニアセラミックスでは、多くの場合、その高強度ゆえに完全に消結後の切削加工が困難であり、半焼結体の状態で加工が施される。 このため、その後の消結プロセスにおいて、およそ20%程度の収縮を生じるが、手作業による製作工程でこの収縮量を保証するのは困難であった。そこで、コンピュータシミュレーションの力を借りて初めてこの問題の解決を見ることとなり、ジルコニアセラミックスの普及がしかよ用カナダドル、CAM システムの世界的普及の大きな要因となっている。 日本国内では健康保険制度の兼ね合いからジルコニアセラミックスの普及は海外ほどには達していないが原材料となるジルコニアの高純度粉末は日本がその大半を世界に供給していると言われている2011年の時点でこの分野への参入企業の数は世界的に増加して数多くのシステムが発表あるいは販売されているその中でも 特徴的なのは、従来は、熾烈石膏模型を計測して、カナダドルに取り込んでいたものが、高校内で直接、光学印象を採得する方式に変わろうとしている点である。熾烈石膏模型を計測する手法は今だ、主流であるが、すでに計測システムの通った、統合の動きが始まっている。また、加工機についても、従来は、価格や性能から、 オーバースペックと考えられていたマシニングセンターがしか専用機としてチューニングされて登場したり中間加工品であるロストワックスパターンの作成のために 3D プリンターが多く利用されるようになるなどの動きが見られる下記におもだったシステムの名称を挙げるありがとうございます